脱線能っていうのはね、アンカリングされたものを発見して取り出していくプロセスなんです。しかしアンカー見えないからいろいろ手順を踏んで取り出すんだけど、全部取り出せたかどうかっていうのはなかなかわからないですよね。だから上祐史浩氏はそれをやっぱり不安に思ってらっしゃったんだというふうに、まだ残ってるかもしれないと推測していますよね。だから朝原が正気に戻って何かを喋った時に、自分の中で何が起こるだろうかということをやっぱ不安があっているということですよね。記者会見でね、ものを喋らない、もう崩壊状態にあるから、そういうふうはないとも言えるけど、生きていればやっぱりいつ何時また何かメッセージを言うかもしれないというと不安だったっていうね。つまりこのトリガーはまだ引く能力があるかもしれないってこと。だからトリガーによってアンカリングされたものがアクティベートされるメカニズムを通じたね、コントロールっていうのは、古典的にもう今となっては80年代に完全に確立したものだから、知る人はみんな知ってるわけだけど、こういうのは一回アンカリングされた人間が逃れることは基本はできないんですね。で、だからその単なる暗示に引っかかった、暗示に引っかかりやすいやつとかいう、そういうイメージで考えてほしくないんですよ。誰も一回ハマると逃れられないっていう構造があるんですね。さらにさっき自分で引き金を引いて人格を崩壊させるようなこと、そうしたことを含めて、とにかく僕らの側に枠組みがないんです。近代法の下では想定してない想定してない話だっていうことでね、そうするとね、だから本当は、そこを想定した何かの枠組みを作れっていうふうに、昨日も今日も、今回も言ってるけども、それを今言ってしまえば、枠組みはないから、あえて、えいやって踏み越えてしまったっていうふうに認めることになってしまうので、なかなか誰もそれを言えないと。統一権力としても言えないしね、やっぱり今回の恐ろしい犯罪による被害者の方々を前にしてね、それを言うことは非常に今難しい状態になっちゃったと思うんですよね。だから僕はもう残念だけれども、僕はあえて、先ほど言ったような若い人たちの免疫化のためにこういう話をしているけれども、今その後半の方で申し上げた問題について言えば、ちょっと時期を逸した。で、朝原の精神鑑定をした上で、しかし自分で引き金を引いた可能性について議論し、やっぱり法の体系をね、整備するべきだったし、いわゆる洗脳ではないようなね、アンカートリガーメカニズム、あるいは神秘体験によるフックっていうメカニズムを使ったコントロールについてもね、やっぱりそれを想定した法の体系をやっぱ再整備しなきゃいけないというふうに僕は思いますね。ただその部分は本当にもう一度言いますが、時期を失したことになります。それはちょっと最後にね、今ここでその是非を論じなくていいんです、はい、どうしてもちょっと試験について言ってるんだけど、宮台さんにね、話したきたかったのはね、今回試験について特にこれがあったからといって、論争にもなってね、EU からああいう懸念を表するような抗議のあれとかも来てたりはするんだけども、でもね、今さっき言ったように大体待機期間が今7年とかあるじゃないですか。そうですね、で、刑訴法では本当は半年で、それから5日以内にもう執行しなきゃいけないことになってるわけですよね。だから明らかに法律にその違反した状態になってたけど、その理由はやっぱり今110何人かの待機がいるんだけど、そのかなりの比率で実は再審請求とかなされてるから、もしかしたらっていうのがあるから待機してるっていうことになってるんだけど、決してそれが理由だとは言わないわけですよ、政府は。もしかして間違ってるかもしれないからなんて、死刑を維持しておいて口が裂けても言えないと。結局今回もそうなんだけど、全然それ議論ができないじゃないですか。で、議論さえあれば、日本が議論した上でですよ、日本はこういう理由で維持すべきだっていうことになるんだ、それはそれで一つの見識だと思います、自分が賛成するかどうかは別にして、だけど議論ができない、するような余地を一切残さないように政治も動く、こういうことがあった時に話すのはすごい難しい。なぜならば上蓋系も動くんですね、同じようにして、でなぜかといえば、凶悪犯罪を犯した人が執行されているから、その時に死刑の是非を言うっていうのは難しいでしょ、何もない時に議論するのは今度またまたもっと難しいでしょ、難しい、永久に議論されないんで 80% が、抑止効果ないんですと、全く抑止効果ありません。それは国連統計上、僕も40年ぐらい前からずっと言ってます、抑止効果がないから、処罰感情を法感情を満たすっていうところはあるのかもしれないけど、多くの人が支持しているのが、果たして処罰感情と法感情だけで、だから絶対やるべきと思ってるのか、やっぱり実はそういう効果があって、下手をするとそれをやめたら凶悪犯罪が増えるんじゃないかみたいな、そういうことを思っている人もいる可能性、僕あると思うんだけど、議論ができない、抑止効果はありません、はっきり言って全くないんですね、死刑廃止によって犯罪が増えるということもありません、それも全くないんですね。ただね、なぜ刑するのかということについて、もう一つ、実はあと2つなんだけど、もう一つ感情的回復っていうのがあってね、被害者家族、あるいは傷つけられた社会がそれによって気分すっきりするっていうね、
まあ、それが応報感情の問題、それも大事なわけですよね、それも大事な要素なわけですよね。ただね、感情的な回復が大事なんだったらっていうことで、うん、まあ、アメリカのほら元犯罪加害者たちが作っているキリスト教系の NPO、NGO のアミティがね、死刑廃止運動をずっとやってきて、まあ、いくつかの州でそれを実現させたけど、彼らはね、こういうロジックを持ってるわけです。人権の問題を表に出すのもいいが、そうではなくて感情的な回復には別の手立てがあるんだよということでね、犯罪被害者家族などにやっぱ訴えていき、それを実現させていくと。感情的な回復にはね、加害者と被害者の間のチャンネルを作って、加害者がどういうふうに反省しているのかということを被害者が理解をし、だったら被害者が殺すのはちょっとっていうふうに思うような状態になればいい、それこそが回復じゃないかってことですね。そうですね、うん、それは一つです。で、しかしもちろんそれができないケースもあるけど、うん、学問的にっていうかですね、リサーチによって分かっているもう一つの感情的な回復、つまり被害者、被害者家族は二度と同じようなことが起こらないような手当てが制度的あるいは政治的になされたというふうに納得すること、うん、これも実は感情的な回復のもう一つ、死が無駄じゃなかったと思える、無駄じゃなかったってこと、無駄じゃなかったと思えること、うんうん、で今申し上げたこの2つのルートでね、うん、感情的な回復を図っていくっていうことが実は可能になるんです、うん、つまり、応報感情、感情的回復のためにね、ぶっ殺したいんだ、あ、分かりました、だったら感情的な回復には別のやり方もありますと、別のやり方で感情回復がもしできるのであれば、死刑という取り返しがつかないそういう処罰、あるいはもっと言えばね、理由があったら人を殺してもいいというね、人間の尊厳にも触るようなそういう構えです、オリエンテーションですよね、そうしたものを回避するという観点からもやはり別の回復手段を使いましょうというふうにやっぱ言えると思うんですよね。冤罪があった場合に取り返しがつかない、アメリカでも実はね、ゲノム解析ができるようになったらたくさんの冤罪があるということがバレましたよね。日本でもおそらくたくさんの冤罪があるんでしょう。冤罪があっても気分がすっきりだからしょうがないんだって、それはね、あまりにもやっぱ人間の尊厳にもとるね行為だし、そういう意味ではやはり理由があれば人を殺してもいいんだっていうね、死刑の枠組みは実は犯罪の加害をも正当する力を持ってるっていうこともね、やっぱり僕はやっぱ忘れてほしくないなっていうふうに、全く理由もなく殺してる場合ばかりではないですから ね、 そうですよね、殺して人を殺してる時っていうのはね、単に法に触れる触れないっていう問題だけしかないのであればさ、正しいことのために法を破るのがクリントイーストウッド的には右翼の、ね、本質なんです ね、 本 会、 だ ね、うん、ね、本会なんですよね。そうすると理由があって殺していいという統治権力と、理由があったら殺していいというね、一般市民の間の何の区別もないっていう状況になると、一般市民がその理由で犯罪者になってしまうということを、この正当性論上抑止できなくなってしまうということが、ね、起こる。これはやっぱり非常にまずい。で、同じ理由でね、実は受刑能力もあるんですよ。なぜ受刑能力から人間を軽視しなければいけないかっていうとね、坊主憎けりゃ今朝までに憎いと、で坊主がいなくなっちゃったからさ、ね、だから今朝を殺すんだとか言ってやってたら、やっぱり人間の尊厳に戻る猿みたいな振る舞いじゃないですか。で同じことですよ。この人間はもうね、いわゆる人間としての尊厳ある状態を完全に失っている、人格がもうここには存在しないという時にね、それでもそいつを軽視させる、そのことによって気分がすっきりするんだっていうのは、やはり僕は人間の尊厳に戻るあり方だと思う。そういうことをやっぱり僕は申し上げたいと思いますね、うん、まあね、特に今回があったからっていう時にやるとまた話がごっちゃになるので、うんうん、ただ議論をしないと、した結果我々はこうしてるんですって言えるようになりたいですね、うんうん、日本はこういう理由で外国人から言われた時にね、なんでまだ日本死刑やってるんですか、いや実はね我々はこうなんだよと、うんうん、こういうこれこれこうで、そういう理由でやっぱり日本は必要なんだって言った時に、簡単に一言で論破されないようなものがないと、うんうん、ちょっとやっぱ辛いなという感じはしますよね。